スパートしない。お、え、どういうことこれ。え、わかんない。あんなに6分。おぉ、やられた。逆。はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。え、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム7です。ということで、2017年7月15日本日発売のベイブレードバーストのランダムブースターボリューム7を6箱買ってきましたね。はい、今回ですね、このマキシマムガルーダってすごい大きいベイが入ってるんで楽しみだね。うん、他にはゴッドバルキリーとクラスタタンも入ってるね。うん、あとドラシエルシールドとかドランザースパイル。あ、そうだね、この辺も色違いで入ってるみたいですね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、じゃあいきますよ、私の1パック目からですね。はい、これはまた中のあれを見ないようにしないとね。おっと、じゃあいきましょう、早速マキシマムガルダお願いします。あ、ドランザースパイラルか。そうだね、ガルーダ来い。せーの、来い。おー、来た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 、やった、いきなり来た、よかった。うん、でかそう。そう、お、あ、ジェリオルモンガンド、ジェリオルモンガンドだ。はい、お、ドラシエルシェイド。おお、いいじゃん、両方ともちょっと欲しかったから色違い。うん、よかったね。そりゃあ、あ、ジェリオルモンガンド。はい、 お、アシッドアヌビス。まだね。よし、じゃあステッカーなど貼っていきましょうか。はい、はい、ということで今回出たベイを見ていきましょう。うん、まずこちらがジェリオルモンガンド6マックスグレイブナッシングですね。はい、はい、これがですね、もう一つ出ました。はい、うん、もう一つはシール貼ってない。そうだね、こっちはステッカー貼ってないです。はい、結構かっこいいね。うん、オレンジのジェリオルモンガンドでこの辺もオレンジに固まってますね。はい、続いてこちらですね、アシッドアヌビス8ボルテックスループですね。はい、はい、これは青のアシッドアヌビスだね。うん、うん、はい、続いてこちらですね、ドランザースパイラル6クロススパイラルですね。スパイラルドランザーまた来たね。これ結構好きだからいいんだけどさ。はい、で、ドランザーはちょっとクリアになってますね。本当だ、うん、ホワイトクリアみたいな、これかっこいいね。うん、はい、いい感じ。はい、続いてこちらドラシェルシールド4フローサイクルですね。うん、サイクル、それ前のレアですね。うん、でこちらは、ブルーのクリアになってますね。はい、はい、前はグリーンだったもんね。うん、うん、これもかっこいい、うん、いい感じ。はい、そして最後にレア出ましたね、こちらがマキシマムガルダ8フローフリューゲルですね。うん、はい、すごい大きなレイヤーですけれども、これですね、ちょっとびっくりしたのがこの溝がね、1つか2つぐらいしかないんですよ。うん、こんな感じ、うん、音鳴らないの。うん、カチカチっていつもだったら鳴ると思うんだけど、これ鳴らないの。スッていっちゃうんだね。こうロックするときに最初にカチって言うんだよね。うん、で、この辺は全部ね、ロック緩い感じ。すごい緩いよね。ね、緩いんだけど、うん、ただこの分、相手の攻撃を吸収するんだろうね。おー、これはこっち行ったりこっち行ったりするんでしょ、多分。あー、なかなか逆にバーストしないんだろうね。あ、すごい。たまたまこっちに行ってる状態で攻撃を食らうと、ポンとすぐ取れちゃうけどね。うん、面白いね。うん、はい、じゃあ早速マキシマムガルダシュートしてみてください。はい、ゴーシュー。なるほどね、すごい安定はしてそうだね。うん、おっ、扇風機みたいになる。あ、風来てる、風来てる、本当だ、すごい。なるほどね、よし、じゃあ早速対決していきましょうか。はい、じゃあ私はこれできます、ジェイリオルムンガンド6グレイブナッシングできます。はい、僕はマキシマムガルーダ。はい、3、2、1、おっしゃ。お、パートしない。お、え、どういうことこれ。え、わかんない、あんなに6分。おぉ、やられた。逆。3、2、1、押して。え、不思議なんだけど、あんなに6が緩いのにバーストしないって。いやー、すごいな。うん、マキシマムガルーダ、あ、今回はそんなことないかな。攻め立ててるけど、やっぱレイヤーに当たってっから。あ、負けた。3、2、1、押せ。さあ、次をバーストだ。いや、いい感じで、すごいな、強さを見せてるね、マキシマムガルーダね。うん、すごい暴れてる。マキシマムガルーダ、X じゃないからね。あ、今回負けるか。あ、負けた。私はこれに変えます、ドランザースパイラル6クロススパイラル。3、2、1、押せ。スパイダーダイバー結構粘るタイプだからね。ス
割とね、これ攻撃力高いと思うんだよな。あ、いい感じだね。本当だ、綺麗、綺麗だね。うん、3つとも。さあ、いけいけ、まだいける、まだいける。ダメだ、よし、ダメだ、勝ち。3、2、1、ゴーシュ。いけ、あー、どうするか。頑張ってくれよーい。頑張れー。ガルーダー、絶対バーストしないでね。あー、微動だにしたい。あー、やばい。よいしょー。コロナ。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。よし、よし、その息、その息。よし、よし。わー、電動アタックしてる。あー、こっからバーストできない。今のでバーストできないってちょっときついな。うん、いや、でも、この攻撃でバーストしないか。うん、いつも。すごいロックが軽いやつはここでバーストしてたもんね。ねえ、全然展開が。もうこれバー、よーし。ーじゃあ続いて私はアシットアナビス8ボルテックスループでいきます。はい、3、2、1、押せ。よし、よし、よし。さあガルーダ、君の強さを見せつけてやる。何ブラック、ブラック、マスターブラックみたいだったね。あー、カチカチだ。こうなると勝てんじゃね、勝てんじゃね。うん、フラついてる、フラついてる。下になよーし。マジで3、2、1、ゴーちょっとエシンク今早かったね。うん、あ、そう、おお、来た来た来た。おー、レンダーボリンク、すごいなこれ。だけどガルーダの丸い壁にはアルブス、頑張れ。さあ、レンダーブレイク。闇のアヌビスだよね。闇アヌビスみたいな。頑張れ、いける、いける。よーし、3、2、1、ゴーシュ。いけ、アヌビス。いけ、ガルーヤ。ガルーだね。ガルーだ。ぐー。いけ、いけ。スタミナガチだ。いけ、いや、今度はぶらついてる、ぶらついてる、ぶらついてるよ。いけるよ、ほら、いける、アヌビス、いける。アヌビス、バーストか、スタミナだ。頑張れ。よー、ドラシェルシールド4フローサイクルに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュ。バーストはしないか、なんとか。ドラシェルカバトロイヤー、あいつは弱いぞ、よっか、弱いから。バーストしてやれば、粉々に吹き飛ばしてやれ。そうだ、スタミナ勝ちだ。あ、扇風機殺法だな、これはやばいな。お、いける、いける。おー、負けた。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。砕け散れ。しないか、バーストしないか。砕け散らないよ。おお、どうだ、チンガチン持ち込むよ。お泊まりしちゃった。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。よし、今度こそいける。ドラシエルシエルド、扇風機なんかに負けるな。さあ、どれ、明らかにちょっと、あ、あ、でもガルーダ、あー、ダメだ。じゃあどれほどの強さなのか、パパこっちに変えます。はい、マキシマムガルーダ8フローフリューゲル、はい、だね、レジェンドスプリガンに変えます。はい、過去右回転。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあ、何度も攻撃だ、レジェンドスプリガン。いけ。あー、すごいすごい、やっぱバーストしないよ。本当だ。あー、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。これは斜めで打たない方がいいのかな。まあ、打っても今勝ったけどね、いずれこの水平に戻るの。お、いけるいける。うおー、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。逆にこのマキシマムガルーダが相手のプレイをバーストさせるのは難しそうだね。壁のバーストでバーストさせたんですけどね。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム7でした。はい、ということで今日の動画が面白かったと聞いたと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで最後の勝負、パパはレジェンドスプリガンに変えてみたけど、やっぱりガルーダ、一番ガルーダすごいねこれ。うん、すごい面白いベイが出てきた。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。